GitHub はソフトウェア開発のプラットフォームであり、ソースコードをホスティングする。コードのバージョン管理システムには Git を使用する。Ruby On Rails 及び L ランで記述されており、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコ市に拠点を置く GitHub 社によって保守されている。主な開発者は、クリス・アンストラス、PJ ハイエット、トム・プレストン・ワーナーである。 GitHub 商用プラン及びオープンソースプロジェクト向けの無料アカウントを提供している。2019年1月よりプライベートリポジトリを無料で提供するようになった。2009年のユーザー調査によると GitHub は最もポピュラーな Git ホスティングサイトとなった。運営会社の GitHub Inc. は2018年よりマイクロソフト参加となっている。 GitHub にソースコードをホスティングすることで複数人のソフトウェア開発者と共同してコードをレビューしたりプロジェクトを管理しつつ開発を行うことができる。このサイトは SNS 機能を持ちフィーズ、フォロワーズとして提供されている。ネットワークグラフとして開発者は自身のソースコードのバージョンのリポジトリを視覚的に把握できるようにしている。GitHub は ジストと呼ばれるペーストビンスタイルのサイトも運営している。それらのコンテンツは、具体的には、個々のリポジトリのためのおびき及びウェブページであり、Git リポジトリを通して編集される。2010年1月、GitHub は GitHub 社という組織で運営されることになった。2018年6月4日にマイクロソフトが GitHub 社を75億 US ドルで買収すると、 発表。CEO のサティア・ナデラは買収後も GitHub 社を独立企業として維持する意向を示し、ワンストラスはマイクロソフトのテクニカルフェローとなることも発表された。10月末に買収手続きは完了し、予定通りザメラン創業者のナット・フリードマンが CEO に就任、マイクロソフト参加として新たなスタートを切った。 ソフトウェア開発者向けのウェブプラットフォームであるが、ファイルのアップローダーやソーシャルネットワーキングサービスとみなし、民間企業や教育機関がアクセスを制限する例もある。GitHub は直接コミット禁止によるブランチの保護を提供している。GitHub にホストされたリモートレポジトリは Git プッシュにより更新できるが、これを許容すると意図しないバグにより、 プッシュを受けたブランチが壊れるリスクがある。GitHub は指定ブランチへの直接コミット禁止チェック通過プル、リクエストを介したマージ、レバセ許可という機能を提供することでブランチに問題のあるコミットが混入しないことを可能にしている。ステータスチェック GitHub はプルリクエストのステータスチェックに基づいたマージ許可、拒否機能を提供している。 保護されたブランチにステータスチェックを適用した場合、ステータスがグリーンの場合のみ、プルリクエスト取り込みが許可される。テスト結果をステータスとすることでテストを通過した、プルリクエストのみがブランチへマージされるように設定できる。ステータスチェックトゥワードプル、リクエストマージ後にテストが走る。 形の CI を行った場合、一時的で、あれそのブランチが壊れた状態になるリスクがある。ステータスチェックを利用することで、ブランチが常に利用可能となり、かつ壊れたブランチに基づいたフォークを行う可能性を、例にできる。GitHub は API として、ステータス API とチェックス API を提供しており、ステータス API による、レッド グリーンの提示とチェックス API による CI 結果の詳細な提示をサポートしている。GitHub Actions は GitHub が提供する CI サービスである。プルリクエストイベント GitHub Actions はプルリクエストに応じた CI トリガーを提供している。このトリガーは GitHub レフ引数としてレフス、プル、プナンバー、マージ、 すなわちプルリクエストを自動マージしたブランチへの参照を提供する。プルリクエストに応じて、アクションズチェックアウト V2 などでこのレフをチェックアウトすれば、プルリクエストをマージした状態に対して CI テストを走らせることが可能になる。ありがとうございます。